さあリードをもらってのサファテ、ご覧の通り去年は7敗しました、うち6敗、これがまあ同点時に高め要求です。釣り玉、はあ、振りました、155キロラッキー三振、はい、少し早い球には遅れて出てきますからね、ええ、だからやっぱり強い球154キロ、まずは三振スタート。今日はいいですね、球ね。ですね、はい、今度三振155キロ、うん、今日は早い、気合が乗ってますか。乗ってますね、やっぱり今日は記録かかってるじゃないですか。ツーストライク、まっすぐ、ゲームセット。サファテ外国人の新記録、178セーブ。おお、インコースのボール、三振でした。体に近いところ空振り三振、一球粘りましたが細谷。高め、上足としてこのボールを持ちました。ツーアウト、8球目を投げた、空振り三振。3球三振です。153キロまっすぐ、ツーアウト。見逃し三振、試合終了、3対2。三振、155キロ。最後はサファテまっすぐで空振りの三振を奪っています。高めに構えている甲斐、空振り三振。最後は151キロのまっすぐ、スイングアウトの三振、まっすぐ勝負できました。空振り、高めの三振、今日3三振です。1本になっています。カルリー、ここはサファテが抑えました。ここを抑えて、あとは9回の攻撃。カルリーなってましたね、ここは三振、最後はまっすぐできました。うんですね、そっちの方が良かったと思いますね、フォークが抜けてるんで、はい、ちょっと気になるんですよね。4球目、3者連続三振で締めました、サファテ。ラストボール、高め、空振り三振。最後は157キロの高め、ま、外構えだ、まっすぐ、リベンジなった。今シーズンホームランを浴びている武田を抑えました。いや、もういい球ですね。ですね、見逃し三振、3球すべてストレート。空振り三振、空振り三振、最後はストレートでした。ね、結果つなげてほしいですね。空振り三振、スリーアウト。奪いました、サファテ。もう一球きた、156キロ、ウィーラーに対して力でねじ伏せました、サファテ。空振り三振、最後は154キロのまっすぐ、になってきますからね、うん、そうですね。空振り三振、154キロのまっすぐ、バットは回っています。山川は空振りの三振です。156キロまっすぐ、最後はねじ伏せました、サファテ。マウンドはサファテ、まっすぐ155キロ、最後はサファテが締めてくれました。この乱打戦、高橋をアイシングしています、川崎。さあストレート152キロ、
追い込まれたらちょっとこうね、はい、多くなりましたね、キューバはね。ストレート156キロ。追い込まれたらちょっと苦しいですよね。ストレート、ピンアウト。ストレート157キロ。何で来るか。三球三振。156キロで締めました。入るか。高め打ってくれた。空振り三振。ゲームセット。最後は152キロ空振り三振です。ストレートは157キロ。高めを振りました。空振り三振。細谷空振り三振。156キロ。勝負をもちろんかけてきました。高め三振。さすがサファテ。さあブーナスティング追い込んで空振り三振。まあ高めのボール球、手が出てしまいました。茂木栄五郎、まあ、こういうところですよね。ツーボールツーストライク。高めの球、空振り三振です。9が出ました。最後は158キロの球、空振り三振です。3球目、これも速い球で来た。茂木からツーボールツーストライク。高めの球、空振り三振です。最後は155キロ。追い込んだ澤手。3球目三振。空振りの三振になりました。捉えられません。フルカウントです。空振り三振。見逃し三振。回ってきてるわけですからね、いい場面で回ってきてましたからね。三振。ツーアウト。少し不安をのぞかせていたピッチャー。三球三振。ツーアウト。空振り三振。試合終了。6対4。空振り三振。高めの今釣り球で持ってきた。三振です。インコース空振り三振。空振り三振。154キロ。ストレートがうなりを上げた、ね、最後は外のまっすぐ154キロ。武田健吾三振でツーアウト。